JR 沼津駅周辺の鉄道高架事業で新貨物ターミナルの施設工事が始まるのを前に安全祈願式典が開かれました。今日の安全祈願式典は新貨物ターミナルの工事を行う建設会社などが開き、沼津市長などおよそ50人が参加しました。鉄道高架事業では新貨物ターミナルの用地の造成工事が今年3月に完了していて、施設本体を作る工事がこれから始まります。移転する新貨物ターミナルは広さおよそ 11.8 ヘクタールで、本線上の貨物列車から直接コンテナを積み下ろしできる方式を採用します。現在の計画では2027年末に新貨物ターミナルが完成する予定で、2041年度には鉄道高架事業が完了する見込みです。